はい、どうもこんにちは。今日はこちらをご紹介していくでの、よかったね最後まで見てとしの、今日はランチや、今日のランチどこ行ってみようかなと思った時に、以前から気になってた福井県堺市にある店舗様、こちらの店舗様ひってもに気になってたんて、天気もいいしのスカッとした春が近づいたいい季節、行ってみようかなっていうところやわ。発掘していかなあかんでの、なら行ってみるでの。さあ行くぞ。ありがた。ではランチ一つお願いしてもいいですか？お願いします。よろしく頼むぞ。はい、すいません、ありがとうございます。わ、すごい。はい、ありがとうございます。はい、はい、お水もすいません、もらってもいいですか？はい、ありがとうございます。さあ、行くぞ。ご飯とお味噌汁がカレーできます。
はい、どうやったかの、こちらの店舗様のランチ、ひってもによかったの。おばんざい、いろんなものが食べれて、おかずが多いよ。やで、ご飯のおかわり、お味噌汁のおかわり、これもの食べ放題、これがひってもにいいわ。キョルさん2杯しか食べれんかったけど、お腹いっぱいになっつんだの。あとのこちらのデザート、こちらも手作りいいの。まあったかいわ。あとのこちらの店舗様のママさん、ひってもに好きな方やったよ。話しかけやすくて、ひってもにいい人、また来たいなと思ったの。やで、今度キョルさんの妻と一緒に来ようかなって思ったわ。やで、女性の方で行くのもいいし、のキョルさんみたいに夫婦で行くのもいいし、まあ一人で行ってもご飯食べ放題、もうサラリーマンの方にもおすすめやの。やで、もしよかったらの、近くに行った際はぜひ行ってみてほしいの。キョルさんの母親、ほやの、福井で居酒屋やってるんやけど、思い出しすんたわ。久しぶりに行こうかの。なら、まだちょっと動画あるで、最後まで見てっての。なら、行くでの。じゃあ、の。お父様です。はい、はい、はい、すいません、ごちそうさまです。ありがとうございます。よろしく頼むぞ。